フランツ・フォン・リストフランツ・エイドゥアルト・フォン・リストは、ドイツの警報学者。エイドゥアルト・フォン・リストの息子で、おじに、音楽家のアーダム・リスト、いとこに同じく著名な音楽家のフランツ・リストがいる。チェーザ・レ・ロンブローゾに始まる、古典的警報学批判に、社会学的観点を加え、近代学派を完成させた。最良の刑事政策とは、最良の社会政策であるの名言を残し、 給品ををはじめととしたた社会環境のの改善が犯罪を抑止するるに最も有効であると説い1851年3月2日ウィーンにオーストリア系ハンガリー人の家系として生まれる。1869年からウィーン大学で法学を学んだ。1874年に博士号を取得した後、ゲッティンゲン大学で研究を続けた。1875年に グラーツ大学で教授資格を取得し、1879年に義仙大学の教授となった。その後、マールブルク大学、ハレ大学で教鞭を取り、1899年、ベルリン大学の教授となる。マールブルク大学教授であった1899年、ブリュッセル大学教授のアドルフ・プリンスと、アムステルダム大学教授のジーエ・ハメルと共に、 国際刑事学協会を設立した。1916年大学を退職、1919年6月21日ヘッセン州、南部ゼンハイムにて死亡した。目的経論の提唱者であり、近代学派の代表的な論者である。また、刑法学、刑事訴訟法学、犯罪学、刑事政策学等を統合した、全刑法学を構想したことで知られる。 イエーリングの合理主義的目的思想を受け継ぎ、また、実証主義的立場から、刑罰自体に必然性と合目的性を具備しなければならないと主張した。そして、古典学派が理論的前提とする自由意志論を否定し、犯罪を個人的原因と社会的原因の産物と考えた。すなわち、犯罪はこれらの原因によって引き起こされた。 自由意志を持たない行為者による必然的行為であるから、刑罰の対象は、行為者の反社会性であり、罰せられるべきは、行為ではなく行為者であると説いた。ここでは、処罰の要件となる犯罪行為は、行為者の反社会的性格を認識するための帳票に過ぎない。また、刑罰は、犯罪防止を目的とするものであるから、刑罰を科すにあたっては、 犯罪者の危険性の強弱に応じて、威嚇、改善、排外のいずれかを取るべきとする、刑罰の個別化を説いた。すなわち、偶発的犯罪者や機械犯罪者に対しては、威嚇刑、改善可能な犯罪者に対しては、改善刑、改善不可能な犯罪者に対しては、死刑や終身刑を科すべきとする。さらに、執行猶予制度の採用、短期自由刑の廃止、 保安処分の導入等を主張した。このように、刑罰論において、主観主義的刑罰論を提唱したが、その一方で、刑事政策の限界としての刑法の自由、保障機能を重視している。犯罪論においては、違法と責任を春別し、違法の実質を法益侵害に求めるなど、客観主義を堅持していた。リストが、目的刑論を提唱して以来、 ビンディングやビルクマイヤーラ古典学派との間で、激しい理論的闘争が展開されることになる。これが、いわゆる、学派の争いである。ありがとうございます。